ダントツにこれが一番好きです。このふわっとした毛の実が本当に質感が見事に表現されてますね。そしてこの目がね、このグリーンというかブルーというか青緑色の目がですね、まあ本当に、よく描かれていると思います。そしてですね、この毛並みの微妙な光沢を表すためにですね、実は金泥を使ってるんですね、金泥。実際に猫の毛が金色なわけじゃないけれども、その光沢を表すために意識的に金泥を使う。で、そういうのはですね、そういう技法は実は西方が中国絵画を、参考にした、という可能性が高いんですね。で、これ一例としてですね、これは、まあ、伝毛象筆と言われる、毛象というのは南宋時代の画家ですけれども、の猿の絵です。東博にある、これ重要文化財だったかな。もう本当にリアルな猿の絵なんですけれども、これがですね、実は頭の方を見るとこの画像じゃちょっと分かりにくいですけれども、やはりかすかにこう金で使ってるんですね。で、この手の中国絵画を西方はどうも参照しているんじゃないか。そもそもこの猫を見た時には奇想天外の猫だって言ったっていうその逸話も残っていますから、西方の意識の中に南宋時代の非常にリアルな動物がに対する意識があったことは間違いありません。で、ちょっと余談になりますけれども、この猿の前図に戻してもらえますか。この猿の絵ね、これどう見ても日本猿なんですよ。でも絵は中国製なんですよ。これ間違いない。日本の画家がこれだけのレベルの猿を描けるはずがない。で、これ議論は様々にあったんですけど、おそらく日本から、中国に連れて行かれた猿なんか、まあ、皇帝への献上品としてでしょうかね。そういうものをモデルとして描いたんじゃないかという説が、これ有力なんですね。まあ、そんなこともあります。これ、まあ、たまに東博の、平城陳列に、東洋館に出品されることがあるから、ぜひご覧いただきたいと思います。これの毛書きとか見るためにはね、やっぱり単眼鏡を持っていくといいですね。で、ちょっと西方の全図に戻していただけますか。でね、この絵がさらにね、僕は絶妙だと思えるポイントがあってですね。はい、そして次の西村ゴーン。この名前もご存知の方は少ないかもしれませんが、動物を描かせたら、もう本当に、竹内栖鳳と肩を並べるぐらいの力量を持っていた人ですね。白熊描いてますけれども、明治40年の第1回の文展に、出品された作品ですが、白熊は日本にはいませんね。まあ、アラスカとかにいるわけですけれども、おそらく明治40年ですから、もう京都に動物園ができていて、白熊がいたんじゃないかと思うんですね。で、その白熊を実際に、動物園で写生して描いたのがこの作品ではないかと思います。このちょっとごわごわっとした毛並みの表現っていうのもなかなか見事なものですね。はい。西山水晶の櫛、まあ、犬っていう意味ですけれども、2匹の犬、かわいいですね、これね。もう、後ろの方の犬はぐっすり、眠ってるような感じですけれども、ね、もうこういうかわいらしい動物が、もう京都ガーデンの画家たちはたくさん描いています。